Guys! モンスタージョン TV! 始まりましたモンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはインガザラシということでやっていきましょう。ワンピースワールドシーカーでございます。さあさあさあ、いきなり海軍基地からスタートということでございますけども、海軍基地落としました海軍基地しっかりと落としていきました。もうね、前回も超面白くてさ、ほら今回もね、こういう風にアイテムをねこう拾っていったんだけども、このね探索要素というか、それがねすごく面白くてですね、ほらこんな感じでここにまたアイテムがあるわけでございますけども、これがね病みつきになるんですよ。だからその基本的なストーリーはもちろんやるんだけど、だけどこういったような感じでね、ほらいろんなアイテムが落ちてるわけでございますよ。でマップを見てみると、まあ白いのがアイテムなんだけど、黄色いのがあるんだよね。黄色いのってレアなアイテムだから、そこに行くと、はい、レアなアイテムゲットできるというわけで、だけど特殊な条件でしかあそこ多分行けないんだよね。まあ、要するに山の上からよいしょーって行って、灯台から灯台へよいしょーみたいな、灯台じゃねえか、各席に行くみたいなね感じになると思うんですけど、まあ、今はまだね、そこには行けないと。行けないこともないと思うけど、このゲームほんとね、行けないところが全然ないんで、この上のアイテムが気になるね。こういうこと、こういうこと、こういうこと。やだら上のアイテムが気になるねっていう風になる。でもちょっと遠そうだからいいや。はい、今回は第2話、琥珀島の海賊。島港。琥珀港。琥珀港の海賊ということでね。まあ、今から教会へ行って、この重要キャラクター、ジャンヌさんとね、会いに行くわけでございます。で、そこで、まあ、演技を進めていくわけでございますけども。あー、なんかゲット、やったー。ほら、アイテムゲットできると嬉しいでしょ。俺めっちゃ嬉しい。俺めっちゃ嬉しいよ。ほんとに超嬉しいよ。へい！こういう風にね、いろんな移動ができるわけでございまして、ワンピースの世界がこういう感じなんやなっていうのがわかるよね。ルフィ君がいろんなところに移動できるという。さあ、ここにアイテムがゲット。はい。あったか蚕の繭。まだね、これ何に使うのかようわかんねえんだけど、後に多分こんだけ拾っておいたことをね、もう良かったなって思う日が来るんじゃないかなと思います。はい、ここにジャンヌさんがおります。こんにちは。あ、チョッパーくん、大丈夫だったぜ。今どこにいるの？そう、今港に行ってるわけでございますね。はい、おっと、やっ厄介な海賊もいる。そうか、ここを襲ったね海賊がいるから、そうか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 、その海賊ちょっとヤバみじゃないの。そこにチョッパーがいるということはちょっとよろしくないかもしれないね。倒した方がいいね、倒した方がいいね。多分なんかよろしくないことになれそうな気はする。あれ、この上にアイテムがあると聞いてきたんだが、気のせいのようだ。まあいいでしょう。あ、一応こっちにも港はあるわけですね。まあまあいいでしょう。多分これ正面に行く感じなんで、正面へ行きましょう。正面がそのマップ的にはね、チョパーヤンがいるところなんで、そっちへ行きましょうか。はい、レッツゴー、レッツラゴー。いやー、あーあ、あ、にん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 、おにゃんずい、はははよいしょい、よいしょよいしょ、ほいやほいや、はい、避けていく。そして攻撃をかますからな、どうせ攻撃してくるやろ。あー、なんずい、で、やられた。銃かなと思ったらナイフだった。俺の見聞色が働いたんだけど、よいしょってこういう風にやったんだけど、見事なりというね。やられました。残念賞。おーっと、アイテム。俺はアイテムは絶対拾っていく。トレジャーハンター、ジョンさんだ。これ山の上か。山の上の、山の上のスバル。花の中の銀河。なにこれ。花の中の銀河。わからないね。わからん。ああ、なんかいる、なんかいる。こういうのは正面と。やべ、やっちゃった。あ、やばい、ミスった。こいつ大砲持ってる、爆弾持ってた。にゃんずい、おにゃんずい。ああ。意味がわからん。うう。うわー、いて。連続でできないからさ。連続でできないから。ほい、おいった、普通に食らうじゃん。ほい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 、これさ、向きをちゃんと、あ、せっかくだからこいつで練習しよう。分からなくなった時にこれじゃないんだよね。
もっと一瞬でこう、あ、ロックされないのかな、こういう風に合わせるしかないのかな、こういうことだね。でこう攻撃をしていくっていう感じなんやろうね。ちょっと越えていかないといけないんでね、そこはそこで。あ、壊せるもの、俺まだ全然壊してねえな。おわ、海賊船、海賊船ちょっと行こうよ、海賊船ちょっと行こうよ。いやもうもうさあ、あーなんかいるよ、ごめんよ兄ちゃん、兄ちゃんまとめて倒す、オッケー、まとめて倒せばオッケー、なんでもオッケー。スキルポイント、ドスコイモ、ドスコイモ、そんなもんあった今、ドスコイモ。あーいなかった、はい、はい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 、まあね、こういったのも楽しまないといけないんですよ。ストーリーはやるやるけど、俺はね宝が欲しい。これあかんやん、いやあかんやん、今行ったらあかんやん、これ。いやいや、いけんのかな、いやいや、やめとこ。なんか俺死にたくないからさ。あ、いけるやん、いけるわ。あ、バカだれ。まあ、死なないんだね、一応バカだれって言って。ああ面白い、面白い。まあいいや、もうあれはまた今度でいつか探索すればいいや。ああ面白い、デブデブっていうか、なんかいるぞ、上から行こう。めちゃくちゃじゃねえかよ。てかもうサイレントで動けるようになりたいね。シャッ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 シャってめっちゃ。剣武色の覇気いるね、いるね、よし、このお兄ちゃんをやっつけよう、よはっ、うえ、オッケー、オッケー、よし、このままこのゲーム本来の隠れて倒すという、あ、無理だ、奥からいけるかな、奥からいけそう、あ、いいね、走りながらアイテム拾えるのはいいね。あーしょしょしょし、見聞色をしっかり使って、あーこれ絶対バレるじゃん、もっと上からいけるかな、絶対バレるよね、こんなん。へい、ほ、ほ、すげえな、こんなところでもいけるって意味がわからんよね。いや、意味がわからない、ほんと、なんでもあるやん。あ、あ、ちょっと、いい、いい、いい、いや、俺は何をビビってるんだ、俺は何をビビってるんだ、俺はこんな人間じゃないぞ、敵がいたら突っ込んでいくだろって言いながら裏を取りに行こうとするというね。ああ、あいつ後ろ向いて、後ろ向いて、後ろ向いて、はい、歩いてきて、よう、大根はどうだってなんか言ってる感じじゃない、あいつ大根好きすぎやろ、どんな大根マニアで、はい、ここに来て、あー、なんかここなんか宝箱とかいろいろあるね、やべえじゃん、ジュエル、ここやばいね、あーっと、あった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 、宝箱ゲット、宝箱ゲット、なんか見つけたね、海賊船、あいつらが海賊か、あいつら海賊だ、海賊船に、ふいや、ちょっと行ってみるといろんなものがあるというね。はっ、ここには、あ、パン、パン、パンダマン、ちょっと待って、パンダマンいいんじゃん、これパンダマンいいんじゃん、おい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 、これ気づいた人いる、やばくね、パンダいるんだけど、やべえ、超パンダマン、草、草だ草、てかこれなんで拾えねえんだ、壊すのかこれ、壊すわけじゃねえのか、まあいいか、
ちゃいアイテムだし、ちっちゃいアイテムだし、本当はそんな言ってられんのやけどな。でパンダマンやばくね、行けないのかなあそこ。うわ行けない、めっちゃ行きたい。多分なんか小舟とかさ、うわ普通に行ったらこれ見えないよパンダさんいるの。うわ行きてー、超行きてー。パンダさんマジで会いたいんだけど。えいやー、パンダマン、パンダマン、ほらクリティカルみたいなの入ってるんだよ。ダメてー、そういう問題じゃないもんね。うわ生きてー、なんとかならんかな。へいやーだって、あ無理っすね、無理っすね、はい、そうそう無理っす船とかあればね、パンダさんとなんかできそうだけど。ほこっちに来たからか、いや、いける。にゃん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 ボンボアボアボア、うん、いけるね。よーラスコーおーしっほらほらやべ、こいつ、こいつ、やべやべやべ、なんか撃ってる、なんか撃ってる、なんか撃ってる、トウトウトウ、あぶねー、ボア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 、よっしゃーおらーあ、すげえじゃん、俺の攻撃を跳ね返して、よし倒した、おデブニャンも倒したぜ、よし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 、宝箱ゲット、いいねこいつら素晴らしい。倒してさ、倒して宝箱ゲットってめっちゃ嬉しいよね。ほいビッグジュエル、よっしゃこれ多分、あ1個だけ壊れたな、1個だけ壊れたけど別に大して何もないという。いやここは、これは登れるもんね多分。おい海賊船といえばお宝、うわーこんなところまで、やった、めっちゃ嬉しい、やべえこれ、うわー宝だ、うー見てこれ超良くない、おー金塊、金塊ふざけんなよ、黄金じゃねえのかよ。あなんかある、あやだ、死ぬのかよ死ぬのかよっていう草だよね今のは。草なんかあるからさ、あれなんかいけんのかなみたいな思ったら、それは草、なんなんだろう、水が引いたりすんのかな、これ取れんの、これは取れる、へえ、なんかよくわかんないね、いけたりいけなかったりとか、そんなのがあるんですね。はい、なんかだいぶ趣旨変わりましたけど、あ、ミニ特急エビなんかゲットした、やったー。で、この上なんかあった気したけど、まあいいか、あ、やっぱり宝箱、宝箱は海賊が見つけて放置するなんていうのはちょっとね、ご法度なんで、あの宝箱だけ回収して本来の琥珀港の海賊というのをね、第2話やっていきたいな。デブ、あ、いや終わった、積んだ、あー、くそったれ、俺はミスった、こいつがだるい、うわマジで4人いる、ちょっと待って待って待って、うわこいつがやばい、こいつがマジやばい、しかも強え、海賊船イモータル、やべやべやべ、積んだ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 、やばい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 、死ぬ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 、ダメだ、一回下がろう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 、一発入ったら死ぬ、一回下がろう、こいつら敵多すぎ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 、オッケー、イモータルを下げてからの、よっしゃお前一人だったら何のことはないね、あーマジで、オッケー、なんで俺はこんな急にボスと戦ってんの、
オッケー。まだスキルがあんまないからさ、おすすめだよね。立て、オッケー、決まった。あぶねえ。なんか落としてるよ、めっちゃ痙攣してるやん。スキルポイント20。おお、ここでスキルポイントゲットした。ここでスキルポイント、しかもリーダーがやられても部下はそのまま攻撃を続けると。やば、普通に乗り込んだらいきなり中ボスみたいな来やがった。でもやっぱスキル足りないから結構きついね。こいつこれ倒しといてよかったんじゃないの。これで琥珀港とかでね、なんか平気で強いやつ出てきたら超きつくね。ゴールデン果実、やべえ、急になんかやべえの来た。これ多分後で壊れるんやろうな。今多分壊れないだけで絶対これ壊れるよ。謎の地震あーいる。その体力やばいね。あ、体力自動回復だ、これ体力自動回復だ。にゃん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 。あー、こういう風に貯めていけるんだ。トロフィーゲット。へえ、じゃあ3連発まではいけるんだね。ほい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 ほわ、オッケー。まだいる、気のせいか。うん、オッケーだね。へえ、超面白い。てか今さ、スキルがこれ入ったから67ポイント100。あ、全然ダメだ。67あるけど全然ダメだね。うん、 SP を結構使うのか。 SP100 全然ダメ、まだまだ足りない。うわ、きつっ。今の倒してな、溜まるかなと思ったけど全然あかんねん。あ、今気づいた、これ走りすぎると体力減る。体力ってか止まる、止まらないか。オッケー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 。うわ、すげえ。寄り道したらなんかちょっと思わぬ収穫だったわ。大変だったけどね、だいぶ一回ちょっと罪を見てよかった。きつい状況にやっぱ会ってみないとさ、なんかどこまででもいけるんじゃねっていうさ、なんかあるじゃんそういうの。こっちにいろいろとあるみたいだが、うん、それはまあ後でいいでしょう。うん、オッケー、後でオッケーです。でこっちへ行ってみましょう。宝箱がある。宝箱は多分宝箱経由で行けるんだよね。宝箱経由でちょっと拾っていきたい。そんな世の中じゃポイズン、ははは、よいしょ、オッケー、これゲット。でも宝箱はこの先、へえ、あそこにあるのかな。宝箱は普通には行けない。じゃあここに飛び乗ってから、あ、そうやね、はい、オッケーです。こっちへ行って、あー、めっちゃ何これ。普通になんか敵戦というかさ、なんかヤバそうだよね。すげえヤバそうなところに来ちゃったなーっていう感じあるけど、宝箱はないね。あー、宝箱ないっすね。多分なんか違うのかな、なんか違う感じするね。まあまあまあいいのかな、いいのかな。あっ、あっ、どうじゃー、あれれ、なんかストーリー進んじゃった。あ、いやいや、こっから行けないんだ。なんだこの中にあんのかな、違うよね。まあいいでしょう。はい、とりあえず到着しました。到着しましたね。やっぱ気になるな。あ、敵いる。お、目の前にいる。草、なんだ、あれ、小切りいないんだ、三角。おう、おう、おう、海賊やね、海賊やね。そうか、おしゃべりを下手にするとしばかれるということやな。オッケー、おお、なんかあんじゃん、あれ絶対あれそうなんだけど、多分取ったら荒れるね。でも俺は取る。にゃん、取った。あ、大丈夫なんだ。へえ、はい、ほう、大丈夫なんだ、取って。え、すげえここ危ないんだけど。
なんだろう、謎の危なさ。しかもいろんなものがあるよね、アイテムとかさ。いろんなアイテムがここあるからちょっと気になるね。でもすぐには拾えない。なんだろう、なんか宝箱のマークが結構あるんだけど、パッとは拾えないような感じなんだよ。なんでしょうね、上とかに行けばいいって問題でもあった。いいね、いいね。琥珀港到着。そしてこういうところ全部見ていけば何かしらはあるちゅうことやな。あそことか見ていけば多分ある感じやね。やっぱ俺宝箱めっちゃドキドキするわ。すっげえドキドキする。何が入ってんだろうなみたいなさ。なんかイメージ的な白い点で、まあ宝箱になって、で次に黄色いやつっていうランク順じゃない、多分ランク付けするんだったらさ。ほいや、調べる。お、意外と宝箱ここなかった。下なんだ。あ、ここなのもしかして。ほら宝箱ね、探すの難しいんだよね。すべてがすべてで、なんかこう、あ、ナイス。なんで金貨を取るの。おい、出て出て。うわ、めっちゃバレた。敵いっぱい。めっちゃ敵いるじゃん。めっちゃ敵いる、めっちゃ敵いる、めっちゃ敵いる。なにこれ、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 なにこれ。急になんか敵がいっぱい現れたんだけど、全部倒す、全部倒すよ。やるならやるよ。あ、デブ来た、デブ来た。うわー、このデブだり。もうさっきのね、もうね、大満足。ほら、ため攻撃できるかなと思ったら、ため攻撃できない。今のスキルがないタイミングではね、ジャンプ攻撃がわりかし効く。ほっ、あ、いてててて、そういうね。ほやほやほやへや、うん、ジャンプ系がだいぶ効くね。おーい、来るね、だいぶ来るね。おーい、だいぶ来るね、だいぶ来るね。あぶね、あぶね、あぶね。どこどこどこ、ね、来てるように思えたけど、あ、こいつか。あ、無理だ、残念。これは、あ、面白い、面白い。今のすごいね、溜めているとバンバンバンって思い切り打てるね。全員倒そう。やべえ、もうすげえ楽しい。やっぱ戦いやな。よう、兄ちゃん、オーラ、よーし、よーし、素晴らしい。さあ、この上には調べる。おい、なんかゲット、やった、アンドロメダの眉、イエーハー、素晴らしい。へい、こっちだな、もらうぜ、宝箱。入り口じゃねえかよ。なんで急になんか攻撃仕掛けるようになったんだろうね。ちょっとようわかんないよね。荒れてんのかな。だいぶ荒れてるよね。あれすぎ。あ、なんかある程度の場所に行くと急になんかアイテムが見えるようになるみたいなシステムあるんだね。ほい、ほら、金色のものがさっきあったのにさ、急になくなったりとか。海賊、あ、メリーじゃ、サニー、びっくりした、びっくりした、サニーじゃん、サニー、でかっ、これでかっ、わ、すげえ、うわっ、やべえ、めっちゃ感動なんだけど、なんなのこの感動、すげえ、マジか、マジか、おー、サニー、あー、あー、チョッパー、やべえ、めっちゃ嬉しい。こりゃもう枠に入らんもんね、でかすぎて。うわ、すげえ、すげえ、すげえ。ほら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 、このでかさよ。うわ、すげえ、なんかもうめっちゃ泣きそうになるわ。あー、チョッパー、うー、ほら、あー、チョッパー、こんにちは、チョッパー。うお、すげえ、めっちゃ感動した。うわー、めっちゃ感動した。めっちゃヘリね、ワンピースやっぱ泣けるわ。うわー、
俺結構こういう感動でね泣くんだよね。うわーすげえ、めっちゃいい。うう、あうう、なあジャヌ来た。ああ、どこに隠れている？西の港に頼む。誰を探せて？今すげえ大事なところ飛ばしてた。怪我した海賊を探そう。あ、怪我した海賊を探そう。うぃー、どうですかこれ、どうですか。しかもサニーの中になんかあるよ。サニーの中に、はっ、いけるんだ。ああいいね。じゃあ次回サニー探索ということで、うわーすげー、見てくださいよこの規模感、めちゃくちゃでかいよね。うーふー、楽しいね。やっぱねこのゲーム俺好きやわめちゃくちゃ楽しいです。いやーワールドシーカー最高だね。こんな規模感でしかも全部入れるというのはまた嬉しいよね。普通だったらこんなオブジェクトやん。いやー最高でございますはい、ということでじゃあ今回はねこの辺で締めていきましょう。でまたこの続きをねまだしていきたいなと思いますんで、皆さん楽しみにしててください。まあ、だいぶね、さっきみたいにこういろんなところ行きながらストーリーを進めるんで、まあちょっとね、スローテンポになると思いますが、まあ、そこも踏まえてね、楽しんでもらえたらなと思います。ということで今回この辺で終了としましょう。次回はサニー探索からの、ね、この第2話の続きをやっていきたいなと思います。それでは、まだ僕のツイッターとかフォローしてなかったらぜひともフォローお忘れなくでございます。で、僕をフォローしたら一言リプ送ってくれたら僕もフォロー返しますからね。ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!